吉田君、わし夢を見たんじゃよ。わしら鷹の爪の監督のフロッグマンがラジオのワイド番組の MC を担当するんじゃ。4時間ぶっ通して生放送とか無茶な企画なんじゃが、あれは一体何じゃったんじゃろうか。それ、正夢ですよ。え？フロッグマンのやつ、本当に4時間ワイド番組の MC をするんです。何じゃと？しかも火曜日から金曜日、週4の番組です。何じゃと？週4で4時間ワイド番組って何じゃよ。え、10月からフロッグマンのやつ TBS ラジオで夕方5時50分から夜10時までメインパーソナリティをやるそうです。いや、嘘でしょ。だってそんな時間ないでしょ。本当はアニメよりラジオ DJ になりたかったそうなんで、2つ返事でやるって言ったらしいですよ。でもあいつそこまで喋れないじゃない。今流行りの AI を使うそうなんで、喋れなくても大丈夫だって言ってました。いや、無茶じゃよ。人工知能が我々の生活を変える、いや変え始めている。ちょっと分かりづらい人工知能の世界を楽しく学ぶ AI 共存型生活情報ワイド番組、ザ・フロッグマンショー AI 共存番組好奇心家族、10月3日スタート。いや、そもそも AI って石田歩美さんってことかね。違いますよ、生稲晃子さんです。人工知能って意味だ。